かおもに都知事選から丸々3週間経って、アフター都知事選で今4週目に入ってますね。で、あの人は今、あの人の記事はどのくらい減ったでしょうか、減るという前提で見てるのか。これはね、ヤフーニュースのね、主要ですね。私大体こっからね、記事を見つけてますね。で、ここにはあの私のおすすめの記事が出てきます。はい、ここのね、この辺からね、このお姉さん、あなたにおすすめってあるでしょ。だから私がお気に入りの記事は出てくるところにですよ、あの人の記事がえらい減ってませんかということに昨日から気づいていて、石丸くんの記事減ったね。ちょっと見てきますね。まず堀江門でしょ。あとはさ、ほら、自民党総裁選とか、立民の代表選とか、それが近づいているので、その手はちょっと増えてきたよね。はい、でざーっと見ていくと、あれ、いない、あとは元ちゃん関係の記事はあるよね。で、いないで、まあ、ひろゆきとかさ、あの橋本徹の記事はだいたいあるよね。で、石丸くんどうしたんだろう。あ、また堀江門出てきた。あれ、石丸がいない。橋本出てきた。はい、出てきました。はい、石丸伸二氏東京、これね、昨日から出てんだよね。ざっと見ましたけれど、で、これ以外に石丸くんの記事は、はい、見てきますね。ない。これ一応最後まで見てきます。ここの主要のね、はい、このもっと見るの手前くらいまでだいたい見てますが、で、都知事選の後はさ、今見てきたところにさ、石丸の記事はザザザザザッと出てましたね。で、アフター都知事選4週目に入って減ったね。これもうフェードアウトしていくのかな。でさ、昨日さ、あれね、一月万冊のあの人、なんだっけ、清水優子とかさ、佐藤さんは石丸推しですが、あの人微妙だったじゃん。あれ、あの人、ほら、今井さんとさ、対談してる、なんとか龍さんね、名前。ちょ、なんだっけ、一応見てきますね、かね。一月万冊のさ、ちょっと待ってね。何龍さんだっけ、この人ね。ここかな、どこに出てたっけな。さ、あ、この人だ、本間さんだね。うん、本間さんってさ、清水優子と話してるときは、なんか調子合わせて、なんか石丸くん期待持てるかなみたいな、ちょっと曖昧なポジションだったよね。で、昨日今井さんとのこの回を見ていると、あ、石丸も聞いていくんじゃないのみたいに本間さん言っちゃってるのね。ってことは、これもう石丸のよいしょはいいよっていう指令が出てるのかね。どうなるんだろう。これだけ記事が減っちゃうと、石丸新党うんぬんの話はどっかで出てくるのか、またはどっかの首長選とか、何かの選挙があった時には、石丸さんがまた立候補しますみたいな記事が出てくるのかもしれませんが、ちょっとフェードアウトっぽいかなって気がするんだよね。で、まあ、石丸の役割はさ、とにかく、都知事選で、2位以下の票を割ってくれて、で、蓮舫さんの票を割ってくれて、百合子当選に貢献してくれればいいよっていう、まあ、そういう役割だったのでしょうね。それはまあ、ほぼ間違いないでしょう。で、その後、石丸個人を使うかどうかってところで、これさ、話し合いがなされたのかな。あとは様子を見てても、こいつ使えねえなってなったのか。だけどね、ちょっと気になるのはね、この古市さんね。その前にさ、広瀬めぐみは議員離党なんだってガサ入れまでされて辞職しないんだね。この人、せめてもさ、来年まではさ、参議院議員やって、
参議院報酬をもらってから辞めさせてくださいっていう、まあ、そういうことなんでしょうね。まあ、罪はなさそうだけれどね、うん、あくまでも辞職はないでしょう。で、これは誰、これはちょっといいや、この人ね、ちょっと石丸くんの話に戻って、私はね、いろいろね妄想していて、都知事選の直後に石丸くんとバチバチやってて話題をかなり提供したのが、この古市憲寿さんっていう人ですよね。で、今考えるとこの古市さんにある指令が下ってたのかなっていう気がします。で、その前にこの古市さんのねポジション、この人なんかインスタンでさ、なんか写真をなんかで2連続ぐらいで投稿してない、あの豪華メンバーと食事しましたみたいので、今日の豪華メンバーはね、林真理子と夫妻と、この秋元さんだっけ、あの作詞家の秋元康さんとね、はい、今度は豪華な食事会をしましたっていうね、インスタでね、かつてはね、なんだっけな、安倍夫妻とかね、あの林夫妻とも食事する仲でしたっていうことを聞くと、まあ、古市さんの立ち位置がこれでよく分かってきますよね。で、ここでね、面白い言葉がね出てきて、安倍くんのご生前にこういう食事会ね、林真理子、林夫妻とか安倍夫妻とか、この古市区を入れての、なんだろう、定例食事会みたいのがあったのかな。そこで、あのね、安倍くんがね、林さん、都知事やってくださいよ、自民党が全面的にバックアップしますから、ということを言ってたんだって。で、あ、そうか、林真理子都知事選出たら結構話題になるっていうかね、これだけの知名度を持ってすれば、結構いいとこまで行けそうな人ですよね。で、自民党が全面的にバックアップしますからこのバックアップはさ、どういう形であるのでしょうね。当選させるためのバックアップもありそうだし、あとは、まあ、ある程度の票を取ってくれればいいよっていうね、その意味のバックアップもありそうですねっていうね。で、今さ、石丸記事がこうシューッとなくなってきたことを考えると、おじさんたちはさ、もう使い捨てのつもりだったのかなって気もする。だから都知事選の直後にこの古市くんと対談をさせて、石丸くんの印象を悪く知ってたよね、この時にはね。なので、私はさ、プロレス、プロレスかなとも思っていたので、そうではなくて、もう本当にもう石丸、もう収束に持っていってくれという指令が古市くんに出ていたのかなというね、予測もするのは、石丸くんの記事が急に減っちゃったからね。まあ、あいつは無理だ、そんなに長い間使えないっていう頭がこの自民党の中にあったのかなっていうね、そんな気もしますというね、妄想からのですよ。とね、ちょっと面白いのね、はい、この人はもう終わりましたね、広瀬君はね、まあ小物だけどさ。で、この人どうなんの、この顔誰このモノクロスーツのお顔は誰で、はい、これは、高市早苗君でした。はい、高市早苗君は保守団結の会と会食してるってことは、これ総裁選の準備をしてますね。総裁選見据え根回し活発化でしょ。で、これは坪藤の記事ですね。はい、だから坪藤の願望が、はい、満載の記事ですというところを見てきます。坪藤は何をしたいのかね、何を恐れているのかということがこの記事から出てきて面白いですね。で、この高市早苗はさ、いつ消えるのかね。で、あの杉田水脈はね、もう終わってると思うんですよね、ほぼね。でも高市はこれ裏金議員ではないんですよね。で、ポカはやってないよね。だけど高市つぶしの動きを坪藤が気にしているっていうことは、まあ、こういう動きがあるんだよね。
で高市はさ、あの安倍君にすごく気に入られてたわけでしょ。清和会でもないのになぜか安倍君に気に入られて、あの総裁選でも猛プッシュしてもらってたでしょ。であの時ね、2021年の総裁選の時に、高市推し案件を受けてた YouTuber っていましたね。さらっと受けてるなって人いましたよ。でその案件受けてた人はあの人ですね、あの一兵衛さんですね。大和急の一兵衛さんが高市推し案件を受けてました。だから動画の中で何度も言ってたよね。高市場をさらっと、総裁にして、総理にして会見してみたいなこと言ってたよねっていうか言わされてたわけですよね、案件なわけで。で大和急の流れを組むのがあの参政党ね、あと日本保守党、それから石丸新党はないだろうけれども、まあ、石丸推しの流れ、はい。だから高市推しの人たちはがね、そのグループが、石丸くんのバックにいるでしょうと私は見ています。はい。で そんな基礎知識、これ基礎知識か基礎知識か妄想か分かりませんが、はい、ちょっとそんな前提を持ってこの記事を見ていくとちょっと面白いのかなってね。はい。で9月の総裁選、これ総裁選の日付は9月のっていうかさ、総裁の任期が9月末までだから、それまでには終わるって話だよね。それが9月の20日なのか、あとは29日頃なのか、日にちはまだ決まってないって感じだけど、9月末にあることは間違いないよね。もう任期来るからね。で高市が動きを活発化しているでしょ。で政界屈指の保守派、あそうなんだ、まあ保守派ほど怪しいものはないけれどね。女性初の最初への期待が高まる中、高まってんの。これは坪藤の願望であってね、ないと思うよ。はい。で保守系議員らと29日に会食、これがこの保守団結の会ってやつだよね。ここに応援されてるって話は前から出てますよね。だからこの勉強会でって、つまりあの推薦人の20人は集めたいってことでしょうね。で前回総裁選で安倍氏は高市を強く推してましたが、今いないよね。でこの高市潰しの懸念があるっていうのは、高市がなぜか安倍君から可愛がられていたので、あの5人衆からはすごく疎まれていたんだよね。つまりあの嫉妬されていた。はい。でその人たちが、まあ、高市潰しみたいなのをしてましたけど、でもその人たちもさ失脚しちゃったよね。あの西村君にしても世耕にしてもパンツ君にしてももう全然名前出てこなくなっちゃったね。あとはほらあの萩生田はさちょこちょこ出てきたけど、やっと都連会長も辞めたし、だから高市の足を引っ張るあの5人衆みたいのはもう力はないと思うんだけどね。で今後党内で自民党内同志や仲間結集してどこまで支持を広げられるかは、未知数、だけども、もう支持は広がらないんじゃないこの人ね。で強い日本を作ることに全力尽くす、それが安倍さんへの一番の恩返しだ。だから未だにこう安倍慢性だよね高市ってね。で高市は最近自らの今後について、党内が派閥裏金事件で混乱し総裁選へ探り合いが続く中、出馬表明はまだだがその意思は固い。出るつもりはなんか十分ありそうだよねこの人ね。でなんとか新聞によると、高市は都内のレストランで自民党の保守系グループね、この保守団結の会ね、と会食した。でこの会は前回総裁選で高市の推薦人を務めたのが高取修一、あそうなんだ。高取修一ってあの今も保守団結の会のこの代表みたいにやってるでしょ。で前回もやってたんだね。高市を推してた。ってことは高取修一は
安倍晋三にこうすごい近い立場の議員だよね。だからあのコバホークみたいな立場だねきっとね。で高市はこの保守団結の会の顧問を務めている。でこのさ高取修一ってさあれに入ってるかなって思ってたんだよね、あの令和臨調ね、うん、でこの令和臨調の入ってる超党派議連90人っていうのはこれはね多分増税派なんだと思う。増税派とか改憲派とかつまり財界と結びついて増税やりましょうみたいな人たちが集まってるところだと思われます、令和臨調はね。でここに高取修一入ってたかなと思って見てたらね入ってない。うん、でもコバホーク入ってるね。あと小倉政信ってあの子ども庁の人も入ってるでしょ。うん、でこれ見ていくとねちょっとね面白い。あ、加藤愛子も入ってる、ほら木原誠二も入ってるね。うん、あとね今井絵理子まで入ってるじゃん。うん、であの立憲からも入ってる、ほら野田ブーとかさ大串とかさ、これ令和臨調入ってるのね。うん、で維新からもこのね、あ、公明もちろん入ってるね。小野泰輔も入ってる。で、維新からもね、この、あの、乙武俊とか、あとあれ、藤田とかね、入ってますよ。で、でも、高取修一、ここに入ってないなと思って、でも、あ、そういえばこんな票があったなと思って、ね、見てました。政倫審に呼ばれても、出席拒否した裏金議員44名の票を、はい、私はブログに載せています。これ便利だよ、これ、あの、情報をまとめておくとね。で、ほら、藤原隆くんも入ってるでしょ。で、ここに、高取くんいました。高取修一くん。裏金金額、544万円。新潟5区。はい。で、こんな人間が、保守団結の会の代表になっていて、今、高市と近い立場に、いますっていうね。で総裁選の展望は楽観視できない。前回はこう安倍氏がね後ろで前線していたけれども、でも無理でしょう、もうこう安倍君の後ろ盾もなく、こんな裏金議員の高取くらいがね、うん、ここが押してくれるってでだけぐらいでしょ、保守団結の会がね。それで今回は自らの手で局面を打開しなければならない。これ厳しいじゃん、高市にとって。うん。で、派閥が表面上解体した。表面上解体だって。本当のこと書いちゃってる。で、この推薦人が必要なわけだよね。で、これ20人もさ、集めるのが困難なの、高市って。ね、だってね、推薦人集めも地道な根回しが必要だってことは、まだ集まってないのかね。うん、で高市はね割合ね あまり仲間作りがうまくないらしい。うん、で安倍君にも外に飛び出し仲間を増やせとか言われてたんだよね。うん、自分の能力で全てをやろうとするタイプなんだって、うん、ある議員によるとね、部屋にこもって仕事に集中するタイプだが、うん、それだけじゃダメだよ、仲間を増やしなさいと言われてたのですね。うん、でリーダーとして新たな高市像を示せるか、だからリーダーってタイプじゃないよね。ね、こう部屋にこもって仕事に集中するタイプだとね。で安倍君の助言に従うように高市は自民党内の勉強会、あ、日本の力、こんなのも作ってたね。うん、で勉強会を重ね、ここに杉田水脈とかさ、稲田とかが入ってきてくれてるのかな。うん、でももう力ないよね。この周りの人間もね。で水面下の働きかけも続けてきたけどって感じだね。うん、だって最近聞かないもんね、このに日本の力がどうなってるかとかね。で高市といえばこれですよね、セキュリティクリアランスのなんかその勉強会とか講演会とかやってて大盛況だって言ってるのは、これは本当に大盛況なの。
そう、坪藤の願望を言ってるだけなのかね、セキュリティクリアランスもこれあれでしょ、特定秘密保護法とこれセットになってるやつでしょ。でこれはこれも安倍君の宿題なんだって。だから高市ってさ、なんか未だにさ、こう安倍の亡霊にしがみついているっていうか、もうちょっとでさ、あれだよね、この人自主性ないよね結局ね。だからまだあの安倍慢性しているこの 変な保守派みたいのにの受け狙いをしているとしか見えないんだよね、この人の行動はね。でこの代表選じゃない、なんだっけ、あの総裁選会、自民党はね、でまあ、石破君とか芝君の名前がよく出てきますよね。まあでもさ、もうこう総裁選云々とかさ、なんかもうこういうの古いっていうかさ、昨日もなんかあの一月万札の今井さんが言ってたけれども、もうこれシステムを抜本的に変えなくちゃダメだって言ってた。少なくともあの議員をリコールできる制度とかね、こんな裏金議員とか政倫審に呼ばれても来ないような議員のこの44人くらいはもうリコールで落とせるような、もうそういう制度をね、作っていかなくちゃ、ダメ。もうこんなさ、自民党の総裁選にもう期待なんかできないでしょ、こんなの誰が出てきたってね。ただ総裁選を巡っては推薦人に、あ、これ面白いんだよ最後のね、最後のこの3行注目です。推薦人になれない選挙管理委員会のメンバーというのは、あの選挙管理委員会のメンバーになっちゃうとこの推薦人になれないっていう、なんかこういうルールがあるらしいんだよね。で前回総裁選で高市を推した議員がいるよね。この高取修一とか小葉ホークは推してたわけですよね。でもその人たちがこの選挙管理委員会のメンバーになっちゃってるんだって。ってことはそうでなくてもこの推薦人20人集められる、られるかどうかちょっと不安なわけでしょ。で数少ない前回をしてくれてた人たちも今この選挙管理委員会のメンバーに入っちゃってるから推薦人になれない。でこれは高市潰しではないかと坪藤は見ているということでしょうね。高市は逆境を跳ね返せるのか、まあ、無理で、これでも面白いよね。これわざとこうされちゃってるかもね。だから高市が推薦人20人集められないように高市推し議員を選挙管理委員会のメンバーに入れられちゃったのかさ、これどうなんだろう。本人が志願してね、だから今まで高市推しだった人が、いや選挙管理委員会メンバー入りますって言えば、つまり高市推したくないってことだよね。だからこれさ、もう内部でも、もう高市推すのやだよみたいな流れとか、もう高市総裁選出んのかよみたいなさ、出なくていいよみたいな流れがあるのかもね。で坪藤的にはそれは困るっていうことですよね。安倍君の意思を継ぐ人間を総裁選に出して、あわよくば総理にという坪藤の魂胆が、まあ、打ち砕かれてしまう流れがあるのかな。それはね、爽やかでいいんじゃないと思いますよというね。はい、あ、もう23分やってる。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。先週を信じちゃいけないよ、自分の頭で考えろ、いつでもあいつら監視して、最近泥棒させない。